3つこう動くわけですけど、その真ん中の方を内股に刺してみましょう。そしてまずこっちのつま先とここのかかとに重心を置きます。こう上がりますね。でそのまま向こうに開きます。それ向こうに進みますね。でそのままもう一度同じようにつま先とかかとで元に戻る。で今度はこっちのつま先とこっちのかかとに入れ替えて開きます。外に開くやつでアップダウンです。5、4、3